本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。ただいまより主催レコールド松代クラブ共催大観戦国の絆新州松代真田大博覧会2016実行委員会によります、河野義則武術で知る心身の使い方と学び方を始めさせていただきます。先ほどご案内いたしました通り、本日は最初にミニトークを行わせていただきます。開会に先立ちまして主催者でありますレコード松代クラブ八田代表よりご挨拶と講師のご紹介を申し上げます。皆さんこんにちは。今日は河野義則先生の講演とそして体験会、このように大勢お集まりいただきまして誠に主催者として御礼申し上げます。河野先生はですね、この武術にいろいろ進まれるに際して、松代の東条流れのご出身のですね、松林左馬之助さんという方が書かれたいろいろのものに非常に、感激されて、それから武術に進まれたとこういうことを伺っておりまして、その松林さんはですね、徳川三代家光将軍の御前試合にも出られたというような方で、まあ、そういうことで松代をだいぶ気に入ってくださっていただいております。今回3回目の松代ということでございますが、今日は、さっきもお話ありましたように、その松代真田家のですね、14代ゆきとしさんにもおいでいただきたということで、ちょっとこの講演の前に、ミニトークをさせていただいて、松代そして武術のなんかもの横山話でもご披露できればというふうに思っております。それでは、これからまずミニトークの方を始めますが、お話しいただくのは、河野義則先生、そして14代真田幸俊さん、そしてコーディネーターはですね、学芸員の、古畑博樹さん、にお願いするということで、始めさせていただきます。ごゆっくり今日は午後のひとときお楽しみいただければありがたいと思いまして、開演のご挨拶にさせていただきます。よろしくお願いいたします。それでは今八田代表の方からもご紹介がございましたけれども、ミニトーク、まず今日お迎えいたしました河野義則先生です。それから真田家14代の真田幸俊さんです。今日はコーディネーターに、真田宝物館学芸員の古畑博樹さんにお願いいたしました。それでは古畑さん、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、改めてこんにちは。真田宝物館の古畑と申します。河野さんのですね、冒頭の時間、少しお時間をいただきまして、ミニトークショーというような形で、河野さんのお話、それから真田さんのお話、今日の武術のお話に引っ掛けてですね、お話をさせていただければと思います。じゃあ最初に、すいません、ちょっと座らせていただいて、私の方からですね、河野さんと真田さんにそれぞれちょっとご質問をさせていただければと思います。じゃあまず河野さんからお願いします。先ほど八田代表の方からの話にもありましたけれども、松代は今回で3回目ということですけれども、何か印象を含めて松代のことをお話しいただければと思いますが。3回目か何回目かはよく覚えてないですけれども、
ただここに来る前にちょっと今連れてきていただいた愛宕山というところは昔もう何百年も前ですけど、宇宗岩流を作った松橋様之助がこもったと言われる山で、松代の東城ですね、小さな山ですけれども非常に印象深くて、柏のあんな大木が何本も生えてるっていうのは他にちょっと見たことがないところだ。珍しいですよね、はい。東城のですね、松代から芝や大風呂、須坂方面に行く途中に愛宕山という小さい山が、昔、東城市のお城だったところですけども、そこに松林さんこもってですね修行されたところを今日午前中ご覧になっていただいたということですね、はい。そうしましたら今度真田さんにですね、大河ドラマがスタートして3ヶ月ですけれども、ドラマの方は見てらっしゃいますでしょうか。はい、毎回ちゃんと見ております。はい、感想を含めていかがですか、現在までのところ。特にですね、非常によくできている、あと毎回こうストーリーもよくできてますし、こう武術もよく立ち回りもですねきちっと指導されてるんだなっていうのがよく、まず資料ですけれども拝見していて、細かいところをよくできているなと思って見ています。で、私自身はですね正行の役にどうしても2人の子供の親ですから入れ込んでしまう。毎回毎回ハラハラと来ていてですね、一つ間違えると、私ここに今日はいないなっていう感じでいつも拝見しているそういうような毎週見ています。はい、ありがとうございます。先ほどちょっとね松林さんのお話ありましたけれども、ちょっと真田との関わりをですね河野さんの方から具体的にお聞きしたいと思います。河野さんがそのこちら古武術の世界に入ったきっかけというのがですね、松代藩、それあるいは松林と何か関係があるということですけども、少しお話しいただけますでしょうか。直接のきっかけというあれでもないんですけど、私がその、武術研究者としてこういろいろ昔の、主に江戸の時代の武術家ですけど研究している中で、一番こう心惹かれる人物というのは、和田もそうですけど人柄もとても松林様之助という人はよく伝わっている武術家像とは全部違うんですね。とても小煩悩な人で59歳の時に三代将軍家光の前で演武をするんですが、その時家光に3回呼び返されて壺を4回やるんですね。家光がもう一度見たいって、これ慶安4年の3月25日で、将軍家光がそのほぼ1ヶ月後にももう亡くなるんですけど、そのために武術好きの家光はもう全国の大名にその名だたるその武術家をこう推薦するのはいないかって言って、こう全国から呼び集めてその演武を見るんですね。でその時やっぱり松林さんですけど別格にすごかったらしくて、3回アンコールして終わった後にその着物3つという3枚の着物に1枚に赤裏っていう絹の赤がついて、これはもう大変名誉なことだっていうんです。そのことをこう家族に書き送った手紙が残ってるんですね。それでなおなお4度までと、で安倍道世っていう安倍七左衛門を連れてくんですけど、その七左衛門のうちたちがずっと今一つだったんで、それが残念だけれどもというようなことまで書いてあって、それで一段落した後亀を産む鶴亀一大夫や無事に子だ僧侶をやって、孫かなんかの子供たちが無事かどうかっていう、朝夕会いたいと思ってる、で一大夫はもう歩くようになったかとか、ハイハイだったと思うんですよ、その仙台を出るときは。でその日の元にこれを注意しろとか、それからなおすごくそこに性格が出てるんですけど、鶴亀っていうのは幼い女の子だと思うんですね、いたずらだから。それがなんかいたずらしてもその叱ったり叩いたりすることを必ず管理、どうかこらえてくれっていうことをその奥にその奥さんからの奥向きの人に伝えてくれと、体罰しちゃいけないともうそういうことをまだまだ書き送ってるよ、そういう手紙が残ってる、そのその見客で日本でもすごい歴史に残るような見客で、そんなことを書いてるのは直筆の手紙が子孫の人の家のところに残ってたんですね。私コピーを取らせてもらって持ってますけど、そういう他の記録で も本当にその少女や老婆までがもう門前一丁なすほど晩年の賛同した、
あのみんなその慕って、はい、まあ、多分病気治しも上手だったんだと思うんですけどね。あ、病気治し、ここ文部学校ですけれども、松代藩江戸の後期万青年間に開校したところなんですけれども、いくつかの流派を教えていたところなんですが、先ほど先生がおっしゃったのはですね、武双眼流っていう流派の祖が、松代東城の流れっていう場所があるんですけれども、そちら流れの出身の松林さんが、18歳までですね、こちら松代にいながら、武者修行をして悟りを開いて全国行脚して、最終的には先ほどお話になった仙台藩に、雇われて、そこで武術を教えて、最終的には将軍の目の前で演武をされるまでになっていくわけですね。その実は出身地がこの長野市の松代東城の流れというところなんですね。で、先生はそのたまたま本当にその本と出会われて、今その、まあ、今日はですね、その体術の、本当に一旦かもしれませんけども、見せていただくということになってますので、お楽しみいただければと思います。それからじゃあ先生、続けてですね、その、まあ、古武術を、まあ、いろんな形でこう現代のですね、生活にこう生かすっていうことを先生盛んに今おやりになってらっしゃるんですけれども、まあ、真田さんにそれができるかあれなんですけども、何か少しこう体を動かしてできることがあれば。代表でちょっといいですか。来られてる方もお土産があるに、まあ、見てるだけでやる、まあ後で講習の時に持ち上げる、どうしても知りたいという方はやりますけれども、こういうふうに座り込んでる人がいるとしますね。例えばこれはまあ座り込んで別に大したことないですけど、夏なんか例えば川で溺れてる子供がいて助けようと思ってガーッと引っ張って必死にこうしがみついてても手を伸ばしてもこうわーっていったらこうなるじゃないですか。で、例えばもう川だから片手しか伸ばせない、片手はなんかこの辺の木にでも捕まってやってるとなると、いや、この片手はなんかそっちの方に掴んでそれで起こしてください。結構大変ですよね。大変ですよね、このぐらいだったら。それがですね、こうしてください。こうで人差し指を握り込んでください。これ今昼をご一緒したんですけど、その時ちょっとやろうかなと思ったけど、そうするとやっぱりね、なんかやらせじゃないですか。だからやんなかった。で、こういうふうに、とこれをほら、螺旋階段みたいに見える。それで最終的にここをこうし、ここをグッと曲げて、ここがこう台形になるようにして、そうするとちょっと人差し指は浮きがちなんですけど、人差し指は思いっきり、で小指は反らす。で、こう。なるべくここいいですか。とにかくこれだけ気をつけてください。余計なことは一切考えないで、で後ろ下がってください。でどんどん歩いていってください。すいません、こっちだからこっち向きにまっすぐこういうふうにこれでいい、これでこう ねじるこう人差し指のできれば爪が隠れるくらい思いっきりこう、でこれはこうで、こうしてください。なるべく人差し指は握り込む、ここが直角になるぐらいできれば、こうそれで親指は人差し指の側面につくかつかないか、できれば 2,3 ミリ離した方がいい。でここはこう、それでとにかくグーッとやってくださいと肘少し曲がりますから、それでただ気にしないで後ろにスッと倒れながら歩いてってください。わしらこうやって引いても痛くないです。これはね、別に私が最近出してさっき差し上げたそのできない理由はその頑張りと努力にあったっていう、つまりこの腕が出しゃばってもうすぐ自分がやりたがるんですよ。だけど腕が出しゃばるとはるかに腕より力のある背中やこの出番をなくしちゃうんですよ。さっきこう腕を曲げて持ち上げようとしてたのが、ね、つい腕を使うんです。つまり人間ってなんか物が飛んできたら危ないって思わずこう手が出るじゃないですか、はい、
だから手は何かあれば自分が出番だとも思い込んでる。で頭もそういうもんだと思ってる。だから宝の持ち腐れで本当だから、よく私会社の企業研修からか呼ばれた時に言うんですけど、よくこう出しゃばり社員で社長におべっかばっかり言ってるのが、私がやる私がやるってすぐやって、でこう無口だけど実力のあるのがこう背中とか腰にいるんだけど、その出番をなくしちゃってるんですよ。だからこれはなんでこう複雑な格好をするかっていうと、ここに目いっぱい力を入れてもはや他の仕事ができないようにしてる。あ、そう、あの実は思ったのは、もうこれだと力が入って動かないなっていうところ。そうなんです。いや、要するにこれを使えなくした。使えなくしてるんですよ。そう。だから自分の中だけで自分たちでこう拮抗させて、自分たちの中だけでも他の仕事ができないように封じ込めたんだ。だからこれはつまりできない理由は、その頑張りと手が頑張って努力するからできないから、君は黙ってなさいっていうことです。わかりました。だからこれを黙らせると背中でいきます。なるほど。だからあの筋肉まんまんもりもりの人で、こうやっても私をこのぐらい起こせるような人がいるんですけど、それでもまあ相当力のある人でもまあ私を立たせるぐらいで、その人にこれを教えるとですね、あのこのぐらいの天井だと私の天井が頭に当たるくらい3メートルぐらい飛びますよ、私がこうやると。しばらく空中飛んでられるぐらい。要するにそのくらいのしっかりした人で上手になると、菅さんに一人私が教えて、その高橋さんって、まあ、私に関連して本を書いてる人もいるんですけど、彼体格もいいし体これも上手くなってるから、彼に教えると本当しばらく空中飛んでるぐらいこうやる。だからあの弱い人もできるし、強い人はますます強くなる。ああ、あのいいことを勉強しましたけど、子供が川で溺れてるぜひ思い出して使われて、すがってできないと思って、何でもないようでも、あのとても私にできないと思うようでも、結構人は怯えるじゃないですか。だからあの割と大柄な人、ちょっとご指名ですのですいません、私の手をちょっと押さえて両手で、それでこういうふうに腕立て伏せみたいな格好になってください。それで もっとこっちに私が上げられにくいように、じゃあ体重をこっちに、はい、で膝曲げて、いやいやいや、そうそう、なるべく膝曲げてください。ちょっと何ですか、膝曲げる、膝をこう上げる、上げる、はい、つまりなるべく私が上げにくくして、はい、このくらい、はい、普通やるとこれとっても大変なんです。ですが気にしなければ、火事場の力っていうのは私にできるかしらって気にするからこうなってますよね。それがこれまああの140キロぐらいの力士でも私上げましたから、あのこれはちょっと見ると普通力のある人でも、いやこれはちょっと上がらないなと思うんですけど、これは実は持ち上げてるっていうんじゃなくて、私がこう互い違いに人を逆さに登ってる感じになってるんですね。だから力が私のここにこうかかるようにしてるんです。つまり変形のあの肩車なんですね。実は肩車をここからしてる感じだから上がるんです。ただ見た目だととても上がりそうも見えないんですけど、だからそれはまず一つは体の使い方もあるんですけど、あとはとてもこれできるとできないよなと思うその気持ちをどうなくすか。それとあとあのサッカーかバスケやってる人がもしいれば、どなたかいますか、サッカーかバスケか、さっき子供出てありましたよね、こっちから、あ、そうか、言ってるし、あるいはあのこの方あの高専でバスケの専門家なんですけど、これ見て、いやそんな俺がやりたいっていう人がいれば、私あの一般の講習会を全国でやって、もしあの私の講習会で私が止められずに
行ったらもう受講料返すって言って3年半一度も返してません。中にはもう日本でもすごく有名なアメフトの選手とかラグビーの選手とかいろんな人いましたけど、幕下の力士もいましたけど一度も止められてない。日本の今サッカー選手で止められる人は多分一人いません。こうなってるじゃないですか。で普通こうなったらどうしてもこうなりますよね。でこうやったら殴ったらファールのあれなんですけど、これがこういう状態で見ると見た目は別に単純な感じでしょ。でこういうあれなんですけど、普通こうやったらこうなってこう出ようとすれば前に出てくるわけですから、こういうふうに。でここからこういうふうに上がります。それとこれはあの柔道や空手の人が信じられないって言うんですけど、こうして多分奥襟をつかんでこうしますね。でこれは降りないんですよ、肩こうなってるし。それがこういうふうに本当かよっていう人はやってます。よかったらどうぞ。これがでもできるようになったのは、先週の日曜だから去年はとてもまずやってみようと思わないですよ。圧倒的にこっちの方が有利ですから。でまして相手が100キロもあるフルコンの選手だったらとても下がらないですよ。もう下がらないですから、まあ、ちょうど柔道的に言えばこう奥襟取ろうとしてこうされてる。物理的に考えても多分あれだと思うんですけど、ご当社あの物理の先生ですが、こうやっても体重以上はいかないはずじゃないですか。でこうやってもいかないんですけど、これはもうほとんどこの体の使い方っていうよりもこの心の使い方なんですけど、まあはい、ありがとうございました。あとそのまあ武術にあれして一つもう一つ、津森さんいます？はい、はい。これは多分まあこう来られてる方、剣道関係か武術関係の人もいると思うんですけど。あ、これはまあ私がいつも使ってる刀で、別に普通の刀です。あのこのくらいで首は落ちるだろうっていう刀で、とっても普通の二尺四寸の私が注文で作った演じの結ぶでした。でおそらく剣道の人はあれでも、古流の人でもですけど、市内に比べて日本刀っていうのは重いから。早く動かないと思ったよね。パッと変化する。でも実は逆なの。電通大の先生が分析したいって、これあの1秒間500個まで取ったんだ。でやってみると市内より神経の方が早く変化する。これは多分剣道の人はこれより少し早いかもしれないですけど、こういう感じになる。なぜこの速さで使えるかっていうと、腕を使わないから。腕を使ったらここで急ブレーキかけて急発進、急ブレーキ、急発進と繰り返すからどうしてもガクンガクンになる。これはもう私は半分気持ちはもう全部こっち切ってる。でおそらく7つぐらいの系統が 0.1 秒ぐらいの差でですね、いやもっと短いかな、プラーっていう風にこの微妙にこの体の沈みと体の寄りとでこの刀の反りとでこれが飛び越してる。つまり日本刀というのはこの構造によって、バランスと構造によって普
通見るとこれシンメトリーじゃないから下手に使えばもう余計やりにくいんですけど、うまく使うと竹刀よりも迅速に動く。これはまあ剣道の人は見るまで信じません。みんな竹刀に使い慣れて真剣を持つと、うわこれこんな重いんじゃ、昔の人こんなの本当に早く動かせたのかなと思ってますから。でも現実は真剣の方が、はい、昔だから上泉伊勢守は竹刀を発明した時に、竹刀は なぜ稽古になるかというと、刀と違って使いにくいから稽古になるって言ってるから。それが時代が変わっていつの間にか竹刀の方が軽くて使いやすいっていう逆転現象が起きちゃったんです。それはもう根本的におかしいんです。だからまあその辺のところがなんていうかな、やっぱり今もう随分いろんなことが出現してしまってるっていうことですよね。ありがとうございます、ね、これからもっともっといろんな実演の話は聞けると思いますけれども、もう少しですね、あと 1,2 問だけ、ご質問させていただいて、終わりにしたいと思いますが、真田さんの方に、先生はですから今武術をですね伝承して、まあ、新しい武術にもうぎ、ね、作ってるっていうふうに先ほど 数日前にできるようになったって言ってますけれども、むしろ真田さんの方はむしろ伝統の14代目ということになりますけれども、まあ、武術に限らないんですけれども、何かこう祖先の方からこう口伝でですねこう伝えられたようなことっていうのはお家には伝わってるんですか？ですね、やっぱり領民、家来の不在の家臣を大切にしろっていうのは、今ちょうど博物館に、信行の遺訓っていうのが飾られてますけど、 そういうことが書いてあります。でこれは私が考えるに、やはりその、上田の合戦、今度多分来週か再来週あたりで上田の合戦のシーンになると思うんですけども、高々2000という徳川を破る、その時に、神田が背を引いて農民も、まあ、ある意味その戦に参加して、そうですね、その部分も大きかったし、土地のつながりも強かったんだろうと思う。だから地域を大切にするっていうことは真田の中にずっと残ってたんじゃないかと思います、うん。そうですね、はい。まあそういったですねこう伝承っていうことをですね、もう先生は武術ってもう体を使ってそれを体現し、真田さんは、まあ、生きながらもですねその歴史を伝えているっていう、そういったことになるかと思うんですけども、これからですね1年間12月までですね大河ドラマの関連の特別展、それから信州松城真田大博覧会というですね催し物が続きますので、皆さんも今後ですねずっと松城を注目いただいて、イベントのたびにですねさまざまな形で、ご参加いただければというふうに思います。今日は大変短い時間だったんですけれども、お二方どうもありがとうございました。じゃあ一旦ですねここで片付けをさせていただいて、改めまして、仕切り直しで河野さんの講演会に入りたいと思います。どうもありがとうございました。